お伝えします。各地で地方工業発展政策の実行のための取り組みが力強く進められています。ハムジュ郡に派遣された朝鮮人民軍第124連隊の軍人たちは地方工業工場の建設を力強く進めています。建設に当たった軍人たちは施工の質を徹底的に保証しながら毎日工事の課題を違えることなくやり遂げています。一方ハムジュ郡では地方工業工場の建設が急ピッチではかどるのに従って生産正常化に必要な原料の確保にもっと力を入れています。運波郡の地方工業工場の建設に当たった軍人たちは能率的な器具工具を考案して導入し進んだ技術と経験を積極的に取り入れて工事全般の実績を引き続き上げています。軍の芸能宣伝隊の人たちは地方工業工場の建設現場に出向いて気迫あふれるアジテーション活動で建設者を大いに励ましています。19日と20日科学技術殿堂で朝鮮科学技術総連盟中央委員会朝鮮防食工業協会の主催による全国防食工業部門の科学技術発表会がビデオ会議の方式で行われました。一般消費財の品質向上というテーマで開かれたこの度の発表会は生徒学生用の制服とカバンなど防食製品とニット製品各種必須消費財の生産で達成された科学技術の成果と経験を広く普及し一般化するのにその目的があります。発表会にはサリウン防食工場、新伊豆防食工場、ハンドクス平壌軽工業大学をはじめ20余りのところの科学者と技術者、現場の人などが参加しました。発表会では評価の高い論文に賞書が授けられました。第60回全国スポーツ学校のスポーツ競技大会が幕を閉じました。7月17日から平壌市と平壌市、ハムフン市、甘肃区域などで行われたこの度の競技大会では各同市郡で選考された生徒がサッカー、バスケットボール、バレーボール、卓球、ハンドボール、ウエイトリフティングなど10余りの種目で勝負を競い合いました。閉幕式が19日、平安南道スクチョン郡でありました。探究部門の人と選手、スクチョン郡の生徒たちがこれに参加しました。競技大会で優れた成績を勝ち取った団体と選手にトロフィーとメダルが授けられました。黄金色副体育長が閉幕の辞を述べました。在中国朝鮮人総連合会が15日中国の遼寧省瀋陽市で祖国解放79周年記念の集いを催しました。吉林陸軍中学校にある偉大なキム・イルソン主席の銅像と中国瀋陽駐在の朝鮮総領事館にある偉大なキム・イルソン主席と偉大なキム・ジョンイル国防委員長の写真にチェ・ウンボク議長をはじめ在中国朝鮮人総連合会本部と各地区協会の活動家、中国に住む抗日革命闘争にゆかりのあるファン・ベクハさんの遺族が花籠を捧げ敬意を表しました。また祖国解放79周年記念の座談会が在中国朝鮮人総連合会本部の会議室で行われました。チェ・ウンボク議長と本部の活動家のほか遼寧、中南、延辺、吉林、ハルビン、牡丹港の各地区協会の会長、副会長などの顔も見えました。座談会で発言した人たちは偉大なキム・イルソン主席は我が民族を救った民族再生の恩人であり共和国を自主自立自衛で威を馳せる不罰の社会主義強国に立てた不正室の愛国者、伝説的英雄だと称えました。そしてキム・イルソン主席が取り戻し金正日国防委員長が輝かせた共和国は今天が授けた偉人である敬愛する金正恩総書記を高くいただいてその尊厳と威力を世界に轟かせていると述べました。傀儡韓国のテジョン地域の市民団体と社会団体が14日テジョンで集会を開き戦争と対決に躍起になっているユンソクヨル傀儡の弾劾を主張しました。発言した人たちはユンソクヨルは執権以来戦争と対決だけを唱え戦争演習を間断なく繰り広げている、現実は米日韓の核戦争の企みを防ぎユンソクヨルを弾劾する戦いに各界が奮起することを求めている、各界の団体と人たちは連帯して米日韓の戦争同盟の鎖を断ち切り
戦争と対決策動を木っ端みじんにするための積極的な実践行動に出るだろうと述べました。以上でこの時間のニュースを終わります。大洋スクがお伝えしました。こちらは諸村の声放送です。労働者の発明家春陽靴下工場のリ・ギョンイルさんは、工場が自慢する密用心眼の発明家、技術革新のエキスパートです。入職して間もないリーさんですが、今年だけでも複数の技術革新案を導入して、新製品の開発と品質向上に役立てました。工場には偉大な金正恩国防委員長と敬愛する金正恩総書記の気高い人民愛の足跡が記されています。この工場で労働生活を始めた李さんは、栄光に輝く職場で働くという自負を持っていました。その李さんがいつからでしょうか、人知れず悩み始めました。リ・ギョンイルさんのお話を聞いてみましょう。学ばなければならないということを痛感しました。金正恩国防委員長と金正恩総書記の人民愛が宿る職場で、人民が好んで求める製品をたくさん作るには、新技術を学ばなければという思いが日一日と強くなりました。その後、リーさんは働きながら学ぶ教育システムに加わり、熱心に学びました。在学中、いくつもの実用診断を出して光るとはと言わせたレイさんは、卒業後も工場で働きながら施策を怠りませんでした。模様押し出しのオートモニターを作ることに決心し、研究に取り掛かりました。いざ始めようとすると、技術上の難問が一つや二つではありませんでした。リーさんは忙しい中で、予算あれば科学技術普及室で新技術の資料を単独し、アイデアを練り上げました。試行錯誤の末、模様押し出しのオートモニターが現場に導入され、靴下の品質向上に役立てました。リーさんは知識の力、科学技術の威力を肌で感じ、技術者と熟練工とともに新製品の開発に役立つ密用品案を相次いで出しました。その過程に、リーさんは発明証書、遠い考案証書など、いくつもの科学技術証書を授かりました。リーさんは新米の労働者にこう話したりします。何でもできると思い切って取り掛かれば、誰もが発明家になれると。労働者の発明家、交代してお話ししました。現段階での諸村労働党の経済戦略についてお話しします。諸村式社会主義建設は、諸村労働党の指導のもとに新たな発展段階、全面的な発展期に入りました。710年、2021年1月に行われた諸村労働党第8回大会は、2021年から2025年までの国家経済発展5カ年計画期間に、諸村式の社会主義建設の新たな勝利を勝ち取るための現段階の経済戦略を、整備戦略補強戦略としました。整備戦略補強戦略は、経済事業システムと各部門間の有機的な連携を普及整備し、自律的土台を固めるための取り組みを強めて、経済をいかなる外部の影響にも揺れることなく円滑に運営される正常軌道に乗せるための戦略です。中んづく諸村では、経済事業のシステムと方法の改善を先行させています。経済を管理運営するシステムと方法を、社会主義の原則に合いながら、客観的な経済法則と変化する現実に合わせています。次に、諸村では国家経済の命脈を盛り立てるために励んでいます。経済の発展と人民生活の向上での重要性に鑑みて、基幹工場企業の生産と経営活動上の必要な条件を提供しています。整備戦略と補強戦略は、
共和国の内部の力を全面的に整理整頓し再編成し、それを踏まえて新たな前進の道を開いていこうとの朝鮮労働党の意思が込められている経済戦略です。現段階での朝鮮労働党の経済戦略についてお話ししました。